皆さんこんにちは。神奈川県川崎市根本整体&ストレッチスタジオの根本です。このビデオではスポーツにおけるスピードについて皆さんに分かりやすくお話したいと思います。まず私は格闘技やっていましたが、スピードというと分かりやすく言うとパンチのスピードです。このパンチをいかに速く使う。速い選手や遅い選手が空手やボクシングにもいると思いますが、そのパンチを速く打つという要素は、実はこの主導筋と拮抗筋というメカニズムが分かると非常に分かりやすいです。主導筋と拮抗筋というのは、力をメインで入れている筋肉が主導筋、その反対側の筋肉が拮抗筋になります。この主導筋と拮抗筋は動作の中で実はスイッチングしている。私は筋肉スイッチングと呼んでいますが、この筋肉のスイッチングがうまい、もしくは比率が必ず片方の筋肉が収縮しているときは逆の筋肉がブレーキをかけているのが体の中で起こっています。こちらの筋肉だけ力が入ってくれれば一番いいのですが、そうすると筋肉が痛んでしまう。体がうまくできているので必ず抑制をかけているということがわかると思います。速い選手というのはこの切り替えが早かったり、また比率の方が変わってくる。それを体にプラクティス、練習で繰り返すことで、その切り替え動作がうまくなるのが実はスピードの正体です。この筋肉スイッチングの方を高めるようなトレーニング、また理論を私の方ではご紹介しています。今日はスピードを高めるための理論について皆さんに簡単にお話しさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。